千尋？千尋ちゃん？なんだ、びっくりした。ほんと何やってるのかしら。ご飯が食べたいみたいだね。一緒に食べる？え、おごりですか？おごりか。広まったというか。何でもいいよ、お姉ちゃんに任せて。京介は自分で払う？とりあえず私たちはお先するね。ひろっちが買い物に付き合ってくれて、服でも買おうかと思って。電車に乗ってね。私は金欠だから見るだけだけど。うん、決まったよ。私は決まってるから。呼び出しボタンがあるって。けどサンデー連れて入って平気なの？多めに見るって店長さんが。空いてたの？お父さんからだった。京介のことなの。よくわからないけど、時間があるなら病院に来るよう伝えてくれって。そっか、通りさんのお父さんお医者さんなんだっけ。うん、あの病院か。悪いね、わざわざ。外来がないだけだよ。ああ、そうだな、そこら辺でお茶でも飲むかい？そうか、ならここでいいか。
誰が歩いているわけでもないし、京介くんに聞きたいことがあってね。マージという名前、耳にしたことはあるかな？だろうね。出回り始めているようだから、カビのように。ところで、なら通りはどうだろう。手に入れたような様子はあるかい？そうか。まあ、それはどっちでもいいんだが、そもそもマージはただのドラッグとは異なる。君はマージがどういうものか知っているのか？時間の遡行が可能になる。遡れるのだ。それ本当だよ。まあ、一般的に言う時間旅行とは少し異なるが、作ったのは私だからね。作ったというのは詐欺かな。正確には手伝っただけだ。ああ、だから私はそう信じているよ。ああ、君は気づいていたかな。この病院には精神科があること。うちで勤務する精神科医が偶然発見した物質なんだがね、彼のもとに一人の患者がやってきた。主訴はこうだ。夢の中で時間が流れてしまう。夢の中で3日が過ぎると現実の自分の肉体にも3日が流れているというのだ。最初彼は脅迫観念と診断した。だがやがてその子は死んだ。老衰。カルテを見せてもらったが、まだ19歳だった。夢の中では一晩で何年もの時間が流れていたそうなんだ。最初は信じられなかった彼も、ついには認めざるを得なくなった。その子の中では夢で流れる時間は現実と同じだと。死体は残らなかった。風化してしまったんだ。無論極秘として隠蔽した。夢の中の時間は徐々に長くなっていったらしいのだ。最後の夜には一体何年の時間が流れたのか。そう。そして骨すら残らなかったベッドの上に一つの結晶が取り残されてね。マージはそれが元になっている。
まさか。そもそも死体の一部ではないはずだが。組成を調べ、一から作ったんだよ。やがて試作品ができた。私が参加したのはそこからだよ。つまり自分の体を使って実験したわけだ。そしてやがて完成した。完成だ。そこが通常の時間旅行の概念と少し異なるところだ。マージの夢の中はいわば現実に縛られている。つまり夢の中で行う行動のすべてが現実に影響を及ぼすわけではないのだ。例えば君がマージの中でテロルを企てたとしよう。だが現実の君はそんなことをするはずがない。そうである場合、夢から覚めてもそれまでの日常に何ら変化はない。わからない。それが私たちの限界だった。実際、もどかしいものだよ。さて、ここからが本題だが、マージを通りに渡してくれないか。そういう意味だが、通りはきっと欲しがるのではないかと思うからね。マージを作ったのは私自身のためだが、ある意味では通りのためとも言える。頼んだよ。そう、君はどうする？君も欲しいかな？欲しくないなどということはないか。私はたくさん持っているのでね。しかし、私は生きてるよ。養蜂を守れば心配ない。彼がそれを身をもって教えてくれた。1日1回、連続使用は2週間まで。それを守りさえすれば、問題が生じる可能性はかなり低いはず。伝えたはずなんだが、クミンには関係ないということか。それじゃあ頼んだよ。そうそう。私からということは通りには内緒にな。きっと欲しがるのだから、いらない反発はなるべく起こしてもらいたくない。
いただきます。今日はテレビ見ないの？面白いとかつまらないとか気にしている風には見えなかったけど、おじさんと何かあったの？戻ってきてからちょっと上の空な感じがするけど。おじさんがお兄ちゃんに？どういう？それもそうね。今日が命日だからかな。あの親子の間にあることといえば、それくらいしか私には浮かばないから。家族で、三木村さんは別にしても、お墓参りに行かないのはやっぱり妙だもの。ねえ、考えてみたら、私たち一緒に買い物に行ったことなんてなかったわね。夕ご飯のことじゃない。服とかファミレスでそんな話をしたから、お兄ちゃんが帰った後。買い物ってカップルがする行動の一つの定番らしいから。まあ普通の兄弟は一緒に行動することはあまりないらしいから。